完璧の世界よ。そう。じゃあ、で行ったら吉本に行ってね、漫才したりとかなんか。そうな。います誰か。やるよやるよ。どこいるやん。神社と。行ったことない。これまだ行ったこと一回も。おもろいで。それはな大したもんや。あれは翔平とこの店の奥行ったら昔の。外があるやん、うん、あれから急に迫らんのよ、でも一列一列やこっちはこう登る、こっちはこう下ってるなぁもうイライラするのなぁ、あれだからあれから上かもじゃないあれからわざわざもう何分歩いて歩いてみんな、ひのかれへんねんそれ行ったら楽しいじゃあ友達行けども行ったらこれ買えっていう話もあんねんけどないやもうここで、まあ、これ何回か行ったよだから結局俺らも子供連れて行くからやな下のな夜店がも楽しみやクリーニングとかもうそれしかないねん子供連れて行ったらマジでこれはビール飲むのビール祭りなのにお母さん覚えとったあ、行ってんだよめっちゃこれ結構高いな高いやん、2000円払ってビール、まあ、ビールオフモーテ返したら1000円返ってくるから払ってなくしたらもう1000円そのままぼったくりやひどいな、おっさんそうそうサーラーピック行くどっかがなんかあかんかったから20万入ってきませんねやさーとか言うておこどろ壊れたらしいわあれがねその時に急にもう組み口に30億で思い出してそれ高いこれ言ってんのいや、ヤスさんの目がそうやなっていう、あれ忘れへんわ俺おって言うっていうね、なんか嬉しそうな話だったやんけど俺はうなずいてないで後で言いよったからさベタマジでおっさん完全にうなずいてるでしょびっくりしたびっくりしなかったら連絡しなかったなと何言うてる何言うてるかあの存じは生きてるだから俺もそこでピンと来てもらったもんねそれは言えなかったんや俺あれボケてやったわあれ俺恥ずかしいわええー、どなあこんなやつが違うんだよ